本日ですけれども、ルミックス G100 とオズモアクションの動画比較を行いたいと思います。両方グリップ固定で撮影です。まずはルミックス G100 の動画です。いかがでしょう。結構シャープですね。手ブレ補正は標準に設定してあります。手前にピントを合わせて後ろを取るとフォーカスも早いですね。手ブレ補正はちょっと弱そうかな。解像度もありそうですね。コントラストも高めで綺麗です。それでは動画比較を行いたいと思います。左がルミックス G100、 右がオズモアクションです。どうでしょう、差がありますかね。ルミックス G100 の方が色が鮮やかに映っています。ちょうど逆光で撮ってるので、オズモアクションの方はフレアがちょっと出てますかね。手ブレ補正はオズモアクションの方が安定しています。音声比較はまた別の機会に行いたいと思います。解像度はルミックス G100 の方がいいですね。手ブレ補正はオズモアクションが安定しています。フレアはオズモアクションの方がちょっと出ていますね。色合いはルミックス G100 の方が鮮やかです。操作性はどちらも同じくらいかな。はい、一長一短はありますが、状況において使い分けたいです。それではバイバイ。